朝なんですけど、陽くんはね、保育園に送って来てもらったところですよ。なんかね、体が重いんですよ。隣の人を見てね、私の方体が重いなんて、重力どうなってるんですかっていう話だと思うんですけど。黙るよ。まあ、体が重くなったなと昔に比べて、やっぱり若かりし頃の写真とかも載しときますわ。もうこんなにスリムでほっそりちゃんたろうやった。まあもうラーメン好きやん、むちゃくちゃ食っとんやん俺。年齢がもう35や、ワイも代謝悪くなってくるわけやっぱり。でまあでもダイエットしようかとやってきてはおったんやけど、まあ、やっぱ辛いんですよ。で短期でもうキュッと痩せたいよいうので、いつも使ってるもんあるんですよ。こちらグリーンブラザーズさんのファスティングセットです。はい、もう割とおなじみやな。ほなこれな、案件やろって思ってるやろ。花見ちゃんもやったことあるな。これおすすめだから使ってるんですよ。声でかい。なんで声大きいかって言ったらね、もういいってそのくだり。よーくん声声言ってるからね。そのくだり好きやな。でここで一つ言っときたい、声を大にして言いたいことあるんですよ。はい、いいですか言っても。あの背筋伸ばして、グリーンブラザーズさん案件いつもありがとうございます。はぁです。はぁ、あまたのおかわり、ダイエット中のおかわりはダメですけど、案件のおかわりはいくらあってもいいんですよ。いいんですね。ということで今回はね、ファスティングやっていくんですけれども、私のビフォーアフター食べてるものすべて1週間見せていきますからね。俺みたいなメンタル激ヤマ人間、根性なし、根性なしこそこれ使えっていうことなんですよ。かなみちゃん経験者やからこれ、やってみてどうでした、これ。まあ他のダイエットよりは辛くなかったですよね。かなりハードルが低く徹底されております。でも効果が出る。でももかなみちゃんでも達成できたこの根性なしが、私ごめんなさい、この人より根性あります。絶対できるんですよ。私はこの後すぐに体重測定していきます。楽しみー。おしげちゃん、おしげちゃん、はい、これがビフォーになります。私の体型のどう、かなみちゃんの理想に近い、近い、全然近くない。あ、ちょっと気をつけてや。一周終わりますね。せーの、でてん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 。結構ね、学生の頃とかに比べたらお腹出てきたんですよ。ちょっと気をつけて。体重を測っていきます。測ったらこれちょっと記録されるから、点滅するから、それを見せますね、皆さんに。ということでいきます。おお、見てくださいこれ、 64.5。 これがどれぐらい痩せるかって。お、それでは1日目いってみましょう。朝一発目のスムージー飲んでいきたいと思います。ね、このねスムージーを水に溶かして私1日目の朝飲んでいきたいと思います。入れていきます。200ml 入れてください。でこれをちょっとだけ溶けにくいんでね、これを溶いていくと、もうお腹なっとるわ俺。完成しました、スムージー。いただきます。あー、これがな、またな、飲みやすいんや。バナナ味で美味しいから、1日目はまだ序の口ですよ。じゃあスムージー飲んでいきたいと思います。おはようございます。お願いします。お願いします。すいません、あれ髪型一緒ですか僕と。もうてんのね、僕と髪型一緒ですよね。いや、そこまでリスペクトがあると思ってなかったら、ありがとうございます。ソーキそばです。いただきます。いただきます。食べていきます。
いただきます。私の晩ご飯とかなみちゃんの晩ご飯を比べたいと思います。私はこちら、冷ややっこに納豆ご飯、そして1日目の晩ご飯なんでね、これがね。で、かなみさん、まあ、あえてさんと呼ばせていただきます。かなみさんのお弁当はプラスチックがへしゃげるぐらい重たい唐揚げを食べます。こぼれますか？大丈夫です。納豆触った箸やんな。かなみちゃん納豆嫌いなんですよ。うまっ。ご飯は少なめにしてます。1日目と2日目は軽めの食事が食べれる。私や家族は旦那がファスティングしてても食事とかの感じ変わりませんから、うちはね。ひとまず私はごちそうさまでした。お粗末さまでした。撮影芸風が、ああ今日も虫か。ちょっと待って、かえ虫か今日も。まあ、か、もうええわ。もうする必要ないよ、会話なんか。夫婦に会話は必要ない、やらない。何する？ほんまに撮ってるんでもうるさい。なあ。いい？謝って。お前や。何が撮影方法私？これ。おおすごい。うわー、コーヒーが出てきましたー。うひょー。撮影協力ありがとうございます。本当だ。うまい。ヨーコがゲロゲロ泣いてます。どうしたん？ジュース。ジュースが飲みたいんやって。ジュースは1日1個までなの。ダメ。行くぞ。早く。3人で入浴してます。考察してる。自分撮りや、自撮り。自分撮り。洗い物します。22時8分、おやすみー。おやすみー。バイバーイ。1日目が終了しました。まあ1日目はね、全然食べれるんで、はっきり言って余裕すぎます。私は本日もニコちゃんが2階に上がったら騒がしいので、ここでお休みしたいと思います。ではまた明日の朝、おやすみなさい。おはよう。今日もスムージー飲んでいこうと思います。いただきます。今日は夫婦別々デーということで、ずっと一緒にいたらね、夫婦仲が悪くなるんで、私たちは定期的に別々になるということです。私は今日カフェで作業したいと思います。お昼は多分ちょっとヘルシー外食できるようなところをね、探したいと思うんですが、こんなん食べれたらいいなっていうのありましてね、ローストビーフサラダみたいな。ランチにローストビーフサラダだけ食べてる男めっちゃキモい。すごい。この距離でも分かるぐらいの鼻毛の出方。写真ちょっと分かる。ほら見て。これやで。うお、すごいな。すごくない？非通知から電話や。うまい。で、出れるのこれ。出れるで、私は出れへん。こんにちは。ご多忙中のと。危険やと察知したんか、ニコが泣き出した。ニコが泣き出行ってきまーす。どうしよう。なんで帰ってくるかは未定です。なんで？ニコちゃんの散歩に行かなあかんの。お前が行け。なんでお前行かへんの？行ったらいいよ。全然行かへんねん。はぁ、あ、遊びに行くよ。それなんだ。遊びに行ったんちゃうねん。休憩時間よ。そのうち1時間行って何が悪い？今遊びに行くよ。はメイン仕事やろお前。行ってや。お前行けよ。そう喧嘩して出てきました。腹立つわ。都会に出ます。行ってきます。Thank you.
です。ホテルに到着いたしました。着地喧嘩してんのよ、まあ、ほんまに腹立つから帰らんといたろうということでね、帰りません。ホテル取りましたもん。なのでここでもちょっと編集していって、でも昨日もちょっと夜遅くまで編集してたのでちょっと昼寝したいなっていうの、まあにやるんですよこれ。もうね、一生帰ってくんなっていうことなんで、一生帰らないでおこうかなと思っております。まあ夫婦の喧嘩ってこんなもんですよ。でファスティングは喧嘩しても継続していきますっていうことで、ちょっとだけ寝ます。2日目の晩ご飯食べていきたいと思います。感謝の心。買ってきたものがこちら、田島出身で田島の鶏のシャキシャキ野菜サラダ、これね。あとはやっぱこれだけじゃもうちょっとな、食べたいよねということで、スモークタンも買ってきた。いただきます。おいしい。スモークタンレモン風味だよ。今ちょっと日付けみたいけど、出さないといけない動画の期日が1日あとやったんやけど、やった、やりました。嘘、ガチで嬉しいな。心にこんなに余裕ができたやつ、おしゃべりになっちゃう。本当におしゃべりになっちゃう。一旦一段落してね、ここからちょっと気分転換に散歩に出かけたいと思います。難波からね、大黒町方面に歩いて行ってるところです。僕たちあのね、いつもこの道通って帰ってたんですよ。毎日かなみちゃんを迎えに行ってたんですよね。歩いて迎えに行ってたんですよ、その当時ね。なんで行ってたかって言ったら、まあ俺が寂しかったっていうのがまあほとんどなんですけど、晩ご飯をね作ったことなかったんですよ僕たちね。なんで晩ご飯を外食で全て済ませてたんですよ当時。なんでここら辺でご飯を食べて帰ってたっていう感じなんですよ。裏道通ったりして、でもうちょっとしたらあのお家到着するんで、そのお家も紹介していきたいと思います。僕当時ね、このね、このビルに住んでたんですよ。ここ思い出いっぱいなんや。5年ぐらい一緒にカラビちゃんと住んでて、めちゃくちゃ思い出があるところなんです。ここも駅なんですよ。駅から徒歩3秒のお家に住んでたんです僕たち。ヨークが生まれる前の話。じゃあ帰りたいと。やっぱり帰ることにします。二度と帰ってくるなって言ってたから、家にチェーンがかかってる可能性がございます。その場合はまた考えます。お家に帰りたいと思います。おはようございます、今日は3日目です。スムージー飲んでいきますよ。昨日はね、かなみちゃんと帰ってきた時に目が合って以来まだ喋ってないんですけれども、かなみちゃん保育園送りに行きましたね。帰ってきたら仲直りかなっていう感じです。あれもう大変やでね。ファスティングとかダイエット中の3日目って中日ぐらいやから結構きついと思うんですよ、ね、従来のダイエットやったら毎日続けないといけなかったりで結構きついんですよ。なんですけど、でもグリーンブラザーズやったらね、月1、2回ぐらい美味しいご飯食べれるし、
ね、1週間で短期的に痩せるからモチベも保ちやすいんですよ。で継続って、まあ、大事って言われるけど、これを続けることによって痩せやすい体になるらしいね。でその痩せやすい体を作るにはどうしたらいいのかって言ったら、酵素が必要。これ僕はグリーンブラザーズで知ったんですけど、年齢ともに体重って落ちにくくなるでしょ。あれって体の中の酵素が減っていくのもあるらしいね。体の酵素が減っても食生活変わらへんじゃん。急に精進料理みたいな大人になって食い出すわけじゃないから、若い時のまんまの食事を続けてると痩せにくくなってくるっていう現象が起こんねんて。それが加齢による痩せにくい体ができちゃうっていうことらしい。その酵素の中にも潜在酵素っていうのがあって、これがダイエットに効果的らしいのよ。その中でも消化酵素と代謝酵素っていうのに分かれるらしいのよ。食べ過ぎちゃう時とかあるやん。食べ過ぎちゃったら消化酵素っていうのが必要になって、代謝酵素の方が少なくなって太りやすくなっちゃうらしいの。だから酵素って大事なんで、バランスが大事やから。この1日目2日目3日目って、まあ映像でも見てもらったと思うねんけど、食事をある程度軽めのものにしてお腹の中をまず空っぽにするっていうので、代謝酵素を優位なポジションに持っていくことによって痩せやすくなる。ファスティングをより効果的にするっていう目的があるらしい。これがファスティングダイエットの方法なわけ。わかる？わかりますか？わかっちゃうよね。ということで、かなみちゃんが帰ってきたらね、喧嘩ね、仲直り しようと思ってますから。なんなんもう俺からは寄ってない。アクリル板欲しいわ。一覧の集中カウンター欲しい。ほんまにあげる。なにこれ、どうしたんこれ、撮影のために。食うかな。ありがとう。食うけど撮影のためにと。え、なんかいる。どういう気なの。仲直りの証やん。こんな260円のもんで。今の中だったら高い方やで。うわ、食べられへんね俺それ。とろけるの。イライラする。なんかコーヒーでも入れてほしいね。あ、コーヒー入れましょうか。コーヒー入れてちょんまげ。あ、何のため息。食べ物ってもらっていいですか。ごめんなさいね、寂しがりやな。誰が。ほんまに嫌悪するわ。嫌悪感しかない。つばさく、好き好きパーセンテージいくつ今。ちょ、コーヒー入りましたよ。何パーセント今。マイナス500億兆ポイント。500億兆万ポイント今回は。それやばい。もう あと6人でいく。7人つながった。え、なんか6人になってた。早くしないと。早く褒めましたね。おいおいおい、減ってる。意地悪おるわ。めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる。最近登録して毎日見てるよ、大好き、ありがとう。ありがとうございます。おは、かなみちゃんおはよう、おはようございます。増えてるし、減ってるし、なんか8まではいく。何やねん。うわ、来た来た来た、見て見て見て、99、5万人いきました。ありがとうございます。5万1人わー、5万人達成しました。ありがとうございます。納豆傘、ちょ、ほんまにやめて。落としたらどうすんの。ビロッ。ちょ、やめろって。ほら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 、もうだる。納豆キムチそばです。うん、これうまいな。うまいな。食べちゃってます。ご飯お腹すいた。お腹すいたんよ、ヨーコ。ヨーコよりお父ちゃんの方がお腹すいてるで。妖怪フォーク餅。お腹すき小僧。妖怪フォーク餅。ヨーコ、美味しそうだね。いただきまーす。私の方はね、ジンジャースープいただきます。これジンジャースープね。いただいていきます。あ、うまいな。体に優しい味はしつつも結構しっかりジンジャーなりそう。で、いよいよ明日からね、ファスティングなんです。1日固形物を取らない日なので、私の本気見せたるやん。あ、難しいな。こんだけウインナー隠れてるんですけどね。はい、こうなんか隠れてるけど、ヨウ君がこれしか食べなくなるから、ウインナーを隠して、刻んでも入れませんもん。お風呂入りますよ。お風呂入りましょうか。入ろう。
誰がファスティング中に焼肉の編集するの。アイス食べようかな、ねんねん。それの目の前だけはやめてもらって、しゃがんで、あ、それ見えへん見えへん、それそれ食べて食べて。ということでね、お休みしていきたいと思います。いよいよ明日がファスティングなので頑張りますよ。私は気合をとりあえず入れていきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日がいよいよファスティング日ということでね、朝一発目のスムージー飲んでいきたいと思います。うまい。合計でね5杯、スムージーを飲んで1日過ごすと。おはよう、 おはようございます。日常なんでね、両サイドで美味しそうなお昼ご飯を食べておりますけれども、かよみさんはそれ何ですか。それエビカツ、エビカツ弁。よく何食べてるんです。僕の焼きそば、あく、ちょっと今編集の途中なんですけど、3時のスムージーっていう。5時16分朝飲むやんか、でお昼飲むやん、3時飲むやんで、5時やねんけど、なんか想像よりも早いスパンでスムージーを飲む回が来てくれて嬉しいわ。頑張らなきついかもって思ってもスムージーのターンがすぐ来るから、それが結構嬉しいな。うん、おいしい。おそらくヨウくんがそろそろ起きるので、起きたら外に遊びに行くと思うんですよ、いつものルーティンやと。ほら、どうやったっけ。ヨウくんがニコニコして食えるな、うん、最高やわ、あんたの顔いい表情してんで、あんたうますぎるんやけど。今日言うわ、そんなの嘘でもまずき言えよ。わあ、まず大好きね、いくらかかってるけど生臭いわ8時のスムージーです。どれが欲しい。本日ラストのスムージー飲んでいきたいと思います。よーく父ちゃんも頑張るから頑張ってください。おはようございます。ファスティングを終えて5日目の朝です。おはようございます。ちょっとファスティングの感想を含めて飲みながら言っていきたいと思うんですけども、あのね、いけたわ今朝ね。お腹全く空いてないんよ、すごくない。昨日も言ったけど、スムージーのスパンがね1日5回飲みますから、めちゃめちゃいいタイミングでスムージーのターンが来てくれるからいけるっていうのと、ピークを過ぎるとねお腹空かないんよ、すごくない。だから結構余裕かな、あ、全然乗り切れちゃったじゃんみたいな感じです。で今日はでちょっと外出しようというので、お友達のね別荘みたいなそこに行ってみたいと思います。えこバーン、バーン、最高のロケーションに来させていただいて、私お昼ご飯ねスープ入れてきましたから、お昼なんで飲んでいきたいと思います。いや最高だ、これはやばい、高いの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 。今日の私はやっと固形物が食べれます。見てください、拍手しております。おかゆね、うわうまい、健康的な味はすんだよ、うん、するけど感じるやろ、塩味、うん、普通味のはずやけど塩味を感じる、めっちゃファスティング後に食べるとめっちゃ塩味感じてめっちゃうまい。あっという間に完食してしまいました。一旦私はお先に、ごちそうさまでした。ご散歩行くじゃん。もうファスティングを乗り越えた私からしたらね楽勝ですよ。カナちゃん今日何するんですか。もうニコちゃんのカットです。すっきりさっぱりニコちゃんになりますからね、ちょっとボーボーちゃんだろうなんで。うーん、
ニコくんカットされて帰ってしまった今回のカットの特徴をお願いします。今回一番の変化はこの尻尾です。ライオンカット。6日目のお昼ご飯です。なんと固形物です。サラダとちょっと小さめのパンとか食えるんですよ。うまい。前食べていきます。よく発熱ですか。発熱らしい。今から追いかけていきましょう、うん、行ってらっしゃい。行ってきます。おかえり、はい、ただいま。よく年齢症人生初呼び出し。そうやな、初めての呼び出し。びっくりしたの。ほんまに今日さ、迎えに行った時にさ、まあもう熱あるって言うから、ようくんが、うん、お昼ご飯は食べましたかって聞いてんやんか、うん、神妙な面持ち。ほんならなんか、あ、今日牛丼だったんですけど、もりもり食べてました。あちゅうあちゅう張りましょう。あーいやーよし、よくゴロすんじゃ、寝ましょう。お昼寝、ゴロー寝ねー。ようくんが熱が出て、急遽洗濯物私変わりました。こっから花見ちゃんが病院に連れて行きます。晩ご飯も僕の方で作ることになったんで、やっていきたいと思います。花見ちゃんもう出る？行ってくるで。はい、晩ご飯は今日は生春巻き、エア拍手、エスペーパーニキね、うん、開けるぐらいお願いします。水から、成功するかどうかね。え？え？できちゃったんやけど。上手。いただきます。生春巻き食べていきます。うん、6日目の晩ご飯です。食べていきます。いよいよ最終日の7日目です。ラストスムージー飲んでいきます。飲みたいよ。今日ももう最終日、固形物食べれますけども、場面の切り替えでね、日数が切り替わったところで豆苗をずっと移してきたと思うんです。私なんでかって言ったら、最終日に食べたいからです。今更なんですけど、ファスティングって断食っていう意味やねん。分かってたとは思うけど、で一定期間固形物をね取らずに、消化器官をお休みさせるって、体の中をね一旦リセットするっていうことなんで、健康面も良いわけ。一旦消化器官をリセットするっていうので、まあ、全身キレになったりとか、健康的にもいいっていう。だから美容とか健康とかを意識30代からしてくると思うね。だからそういう人におすすめできる商品なんですよ。1日目からね、僕の食べてるもん、食事をね見てきてもらったと思うんですけど、1食大体で850キロカロリーある。これを12食分リンブラザーズで置き換えれるっていう感じなの。そう考えると、平均通常食べたら1万200カロリー摂取してることになるんですけど、9600カロリー分は節約になってるんです。これちゃんと計算するとね。でこれを運動量に変えるとね、ランニングを約30時間以上やったのと同等の効果らしいんですよ。僕陸上部でしたから、30時間走るっていうのがどれぐらい大変なことか分かってます。無理です、基本そんなことは。日常生活で30時間も走り続けるなんて。なんですけど、このスムージーの中に水を吸って膨らむ性質のあるグルコマンナンっていうのがこのスムージーの中に入ってるから、満腹感が結構あるんですよ。合計1週間セットになってるから、簡単に始めれるんですよ。合計ね、3日間の準備期間と1日のファスティング、そして3日間の回復期、固形物を取らない日は1日だけなので、まあいけます、いけると思います。スムージーの感想ですけどね。で今日は最終体重測定していきますから、皆さん楽しみにして。1時なんですけど、お昼ご飯食べていきたいと思います。昨日の生春巻きの残りの野菜と豆腐とサーモンもちょっと残ったので、サーモンも食べていきたいと思います。ヘルシー仕上げ。まだ太ったファスティング仕上げ、うん、編集してて思ったんやけどさ、パスタ食べとるとこ感想とか言ってんやけど、全てスローモーションで音声入ってなかったんやけど、だからパスタの感想言うわ。
すんごいね。おいしい。わかる？結果発表です。体重測定をしていきたいと思います。乗りますよ。お願いします。62.2 です。マイナス 2.3 キロです。すごいよ。ちょっとだけ言わせてもらって、太ってる人の3キロと身長170センチ、普通体型の 2.3 キロって凄まじい差があると思うんですよ。確かにね。うん、いいと思います。いいと思います。こちらが私の結果です。ありがとうございました。ありがとうございました。今回、私がやったグリーンブラザーズのファスティングは今キャンペーン中で、初回限定 73% オフで税込み2280円です。この価格で買えるので気軽にお試しできます。概要欄から購入するとお得に買えるのでおすすめです。動画を見終わったらぜひチェックしてみてください。健康になりたいとか、ちょっとこう食生活見直したいっていう人には1週間っていう期間限定で全く貯めれないわけじゃないんで、非常におすすめでやりやすいです。なので、気になる方はぜひ概要欄チェックしてみてください。見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあの、パクんなって。